私立ガンブレ学園。ガンプラの制作およびガンプラバトルに特化した人材育成を目的とした大規模学園都市。生徒たちは皆ガンプラを愛し、互いに切磋琢磨することでその技術と精神を磨き上げる。言語や文化の壁を越え、ガンプラが世界中の人に愛されるようになった今日において、この学園都市における成果が、そのガンブレ学園の前に一人の転入生の姿。希望に輝く瞳、あふれる情熱に胸の高まりを抑えきれない。その手から生み出されるガンプラはいかなる伝説となるのか。ガンプラビルダーの物語が今始まる。君、もしかしてやっぱり覚えてない？小学生の途中まで一緒だった御神楽ユイだ。あの頃よく一緒にガンプラ作ったりバトルしてたよね。懐かしいな。あの時は私の方がお父さんの仕事の都合で飛行して、また会えて嬉しい。そっか、転入生って君のことだったんだ。確か1個下だから2年生だよね。私は3年生だからお姉さんってことで。久々に会ったけど、期待させてくれそうっていうか、きらめきを感じるっていうか、この感じきっとニュータイプよ。人類の新たなる革新。ごめんなさい。ちょうど最近ガンダム X を見直してて、今日も結局朝まで。その君の冷静なツッコミもね。君みたいに外から来た人がこの学園を、世界を変えていくのか意味がわからない。今はそれでいいの。私も負けないようにが。それじゃあ何か困ったことがあったら相談して。私の方がお姉さんなんだから遠慮せずにね。いけない、ホームルーム始まっちゃう。君も職員室に急いだ方がいいんじゃない？またね。あ、そうそう、忘れてた。私立ガンブレ学園へようこそ。私が君のクラスの担任、アイダ・シエよ。これからよろしくね。知っての通り、ここ私立ガンブレ学園は世界でも有数のガンプラバトルに特化した。組み立てから塗装、改造、仕上げまで、ありとあらゆるガンプラに関する技術が学べるわ。もちろん実践もね。残念ながらいつでも好きにバトルできるというわけではないのだけれど。そうそう、君以前住んでたところではガンプラバトルの大会で優勝したこと。この学園のレベルも高いわよ。頑張ってガンプラバトルのさらなる高みを目指してね。はい、みんな静かに。皆さんお待ちかねの転入生です。自己紹介よろしくね。仲良くしてくださいね。ちなみに彼はガンプラバトルの経験があるそうですよ。マジか、どのぐらい戦えんのかな。この学園に来るぐらいだから結構自信ありって感じ。というわけで、わざわざ普通の教室じゃなくこのバトルルームに集まってもらったという。ということは、ミッションでその実力を見せてもらいます。おー、彼のパートナーは。そうね、コーラさん、お願いできる？わかりました。クラス委員長のコーラ伊織です。よろしく。委員長がパートナーか。
いいな、羨ましいぜ。あんた知らないの？院長バトルになると。準備はいいですか？私はいつでも。それでは早速始めましょう。ミッションスタート。次に怖さを体験する。誰かしら、戦い方を教えてあげる。このクエスト、あなたならどう動く？クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。このクエスト、あなたならどう動く？楽しそうでしたし、ビルダーパーツのセッティングが予想通りに機能したからです。それにしても2人とも強かったよね。委員長、ランキングの順位は2年ではトップクラスだよね。転入生も結構上位狙えるんじゃない？くっそー、僕もバトルしたい。みんなそう言うと思ってました。なので特別に今日は自由にガンプラバトル OK です。もちろん生徒会の許可も下りてますよ。ランキングにも影響ありません。おお、やったー。俺どのキットで行こうかな。僕の超改造したジオングを見てよ。それなら私のクシャトリアだって負けてないんだから。不思議そうな顔をしていますね。ガンプラバトルのためのこの学園でみんなただバトルができるだけなのにこれだけ盛り上がっている。その理由きっとすぐにわかりますよ。ちょっといいかしら。先生からこの学園の案内をしておいてほしいと頼まれたの。この後時間ある？即断即決即実行。さっきのミッションといい、あなた期待できそうね。それじゃあ早速行きましょうか。この学園は広いから迷わないように。ファンデルみたいにちゃんとついてきて。ここはさっきも使ったバトルルーム。オンライン端末でガンプラバトルができるわ。ただし今は生徒会の許可がないとこのシステムは使えないことになってるの。
ほんとバカみたい。行動ね。ここで全校集会をやるの。ガンプラバトルの大会が行われることもあるわ。グラウンドよ。ここは体育の授業で使ったり、運動部が部活で使う場所ね。あと行動では収まりきらない大人数のイベントとかではここを使うこともあるの。まあそんなイベントなんてめったにないけどね。この奥は生徒会室よ。一般の生徒が勝手に入ることは許されない。そういうことになってるわ。生徒会の話はまた後でしましょう。ここでは誰が聞いているかわからないもの。これは第08ガンプラ部の部室ね。この学園にはいくつもガンプラ部があるの。それぞれ特色があって、連邦縛りやジオン縛りとか、ジオラマ派やスクラッチメインなんて部もあるわ。でも確かこの第08部はほとんど幽霊部なんですって。部屋の設備も古いしね。入るなら他の活発な部を進めるわよ。これで大体学園内は案内できたかしら。ん？何か騒がしいわね。なあ？なんか文句あんのかよ。だからそのパーツは僕の。ここに落ちてたもんだろ。それを俺が拾った。お前のだっつ証拠あんのか。無理やりぶつかってきたのはそっちじゃないか。それで僕はパーツを落として。ひでえ言いがかりつけてくれんな。おいお前ら見てたろ。ウィス、そいつがショウゴさんにぶつかってきたっす。一応聞いとくけど、お前ランキング何位だ。951。はあ、クッソ雑魚じゃねえか。ラプラスの盾の正吾様なめんなよ。そういえば正吾さん、今ランキング何位なんすか。うっせえ、てめえらより全然上だっつーの。はい、左遷した。じゃあこのパーツは俺が生徒会に届けておくぜ。あの調子に乗ってるバカは森田翔吾、3年です。生徒会参加のチーム、ラプラスの盾のメンバーです。ガンプラの実力は大したことないんですけど、ああやって群れるからみんな文句が言えなくて。ちょっと待って。気持ちはわかるけど、生徒会関係者に手を出したらこの学園じゃ。やめなさい。無理やり奪ったパーツであなたは胸を張って戦えるの。ユイ先輩。なんだてめえ、ユイ調子に乗ってんじゃねえぞこれ。そのセリフそっくりそのままヤタの鏡でお返しするわ。暁ガンダムの反射装甲ですね。美しい。てめえ、この俺様がラプラスの盾の一員だって分かって言ってんだろうな。あ？森田君、あなたチームのリーダーでもないのに自分で言ってて悲しくならないの？とにかくその子から奪ったパーツを返しなさい。ジョトネ、そこまで言うなら俺らと勝負だ。ちょうどすぐそこにバトルルームがあるしな。万が一負けたらこのパーツは返してやるよ。ただし俺らが勝ったら、お前にはスーパーフミナのコスプレで俺の言うことを何でも聞いてもらう。リターンズバージョンか、それともアクシズエンジェルバージョンにするか、今から楽しみだぜ。へっへっへっへ。いいわ。その代わり約束は守ってよ。もちろんさ。ただしルールは G キューブだ。それ以外は認めねえ。
G キューブは303、つまり誰か他におめえのチームメイトが必要ってこった。この条件飲めなきゃ俺様の不戦勝だな。もちろん今すぐだぜ。俺は気が短いからよ。あいつ汚すぎる。ユイ先輩に味方がいないことを知ってて。ちょっと、さっきも言ったけど相手は生徒会関係者だって。行くのね。分かったわ。私も覚悟を決める。ユイ先輩、私たちが参加します。チームに入れてください。え、あなたたち。そんな即席チームで俺らに勝てっかよ。さあ、ついに始まります。旧生徒会三神楽由衣率いる急増レジスタンスチームと、現生徒会参加の実力派チームラプラスの盾森田翔吾との因縁のバトル。この声はまさか。そうです、私が放送部部長の釈野凛子です。バトルあるところに凛子あり。この場は私が実況を務めさせていただきます。なあ、本当にお前らはどこにでも出没するよな。たくしゃあね。じゃあ俺らがこいつらをぶっ倒すところしっかりと放送しやがれ。言われなくともバッチリ動画で全校に配信いたします。さあ、それでは白熱のガンプラバトルにレディーゴー。森田翔吾3年だ。てめえ、ラプラスの盾に歯向かったらただじゃおかねえからな。月が見えたわ。今、戦いの火蓋が切られました。実況は私、釈野凛子で最後までお送りいたしますよ。攻撃の仕方ない二度で揺り一撃します。かなぁ、ほほほ、面白い、立ち上げようぜ。見つけた、破壊の時間よ。プレイヤー4、撃破されました。変身だね。さあ、次のクエストも片付けちゃおう。
このクエストは時間との勝負でもありますよ。さあさあ、通常の3倍のスピードで行きましょう。これだって目立ってやるぜ。やりましたね、チームクルー。これは大きなポイントです。このクエストはチームレッドが持っていきます。ブルーも負けていられません。クエスト失敗ですね。次に行くわよ。このクエストは時間との勝負でもありますよ。さあさあ、通常の3倍のスピードで行きましょう。俺たち目立ってやるぜ。キャッホッホ、面白え、ガチでやり合おうぜ。いや、こう撃破されました。私は逃げも隠れもしない。さあ、待ってください。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。ちょ、マジかよ。怯えなさい、すくみなさい。ガンプラの性能を生かせぬまま消えていきなさい。チームブルーポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。クエストクリア。一つ潰していきましょう。チームブルー決めました。 G キューブにおいて最も大きなポイントが入りました。まだ足りない。もっと奪わせてちょうだい。おっしゃ、ボッコボコにしてパーツ奪ってやんよ。勝者チームブルー。素晴らしい戦いでした。くさくさくさ、ふざけんな。こんなの認めねえ。認められないのはあなたの弱い心。勝負はついた。私たちの勝ちよ。よ、パーツを返して。キ、いるかこんなもん。ほらよ、てめえら、ラプラスの盾に生徒会に歯向かってこのままで済むと思ってんじゃねえぞ。ああ、おい、お前ら撤退だ。へい。うう、危なかった。ありがとうね、君と。高麗より2年です。好きなガンダムは第 08MS 小隊や 0083、 最近ですとサンダーボルトなどが好みです。結構渋い趣味してるのね。バトル中はなんていうかすごかったけど。実はユイ先輩、私先輩のことずっと応援してました。今まで何もできなかったんですけど。そうだったんだ、ありがとう、嬉しいよ。君も巻き込んじゃってごめんね。いきなりで訳がわからないよね。その辺のこと一度きちんと説明しないとね。ここはちょっと人が集まっちゃったから場所を変えようか。第08ガンプラ部、ここなら誰も来ないと思います。改めまして、2年の高麗よりです。 C 組の学級委員で転入生の彼を案内中でした。私は3年 A 組の三神楽優衣。彼とは小学生まで一緒の学校だったけど、途中で私が引っ越してしまったの。そうだったんですか。じゃあ幼馴染ってことですね。ええ、でもごめんなさい、二人を巻き込んでしまって。そんなことないです。私も生徒会の横暴にはもう我慢ができないと思ってました。私みたいな考えの生徒もかなり多いと思います。でも表だってそんなことを言ったら潰される。
私たち元生徒会役員みたいに。君にはどうしてこの学園が今みたいになってしまったのか、それを説明しないとだよね。もともと私は1年生の時に立候補して生徒会の副会長をやっていたの。その頃の生徒会はみんなこの学園をより良くしよう、もっとガンプラに打ち込めるようにって頑張ってた。でも春休みが明けて私たちが2年生になった頃だった。ある2人が元生徒会役員たちにガンプラバトルを挑んできたの。一人は現副会長の瀬名大介、そして現生徒会長の椎名優樹。元生徒会役員もみんな強かったわ。実際それぞれが全国大会で活躍できるレベルのガンプラビルダーだった。それなのに二人は圧倒的な力で元生徒会役員を蹂躙したの。それは学園クリーン作戦と呼ばれたわ。元生徒会役員の誰も二人に勝てなかった。もちろん私も。そんな元生徒会役員が生徒たちから支持されるわけもなかった。だから次の生徒会役員選で立候補した彼らを、その時の生徒たちはみんな次世代のカリスマとして支持してしまったの。まるでジオンの亡霊やコスモ貴族主義に熱狂するみたいに。ガンプラバトルで強い者が正義、弱いガンプラビルダーは悪であると。入学してすぐでしたけど覚えてます。私たち当時の1年生も圧倒的な力を目の当たりにして、それが正しいと思ってしまった。でもまさか今みたいな状況になるなんて、その時は誰も思ってなかった。副会長の瀬名くんは政治家の親を通じて政財界にまで及ぶ力を持っているの。だからこのガンブレ学園を含む都市計画そのものに圧力をかけた。結果先生たちも何も言えなくなってしまった。残っていた他の生徒会役員たちもすぐに辞めさせられてしまったわ。一人を残して。そうして学園内に誰も反抗できる者がいなくなってから、生徒会は一方的にいろいろなルールを定めたの。そこからは私もわかります。強者こそが正義、ガンプラの強さが人の価値すらも決める。その生徒会の方針がそのまま学園の方針になっている。まず去年から学園内ランキングが導入されたの。これは毎月一度ランキングバトルで変動するわ。ランキングバトルは 3-on-3 の G キューブ形式。撃墜数だけでなくサポートや立ち回りを含めて総合的に評価される。ランキング上位者には学園側からの資金的人材的なサポート、将来の進路も厚遇が約束される。だから強い人はより強くなっていく。それだけならバトルに強い学園を目指すということで問題はなかった。でも学園はいびつな方向へと突き進んだ。ランキング上位者にランキング下位の人は逆らえない。校則にはなくとも自然とそうなってしまった。こんなのおかしいですよ、ユイ先輩。少なくとも私が憧れていた誰もがガンプラを楽しめるガンブレ学園じゃないです。そうね、ごめんなさい。
私たち元生徒会がもっとしっかりしていれば。でも生徒会役員だった私が負けなければ。え、それって私たちでチームを作って生徒会と戦うってこと？ユイ先輩、私やります。今までユイ先輩が一人で戦うのを見ているだけでした。イオリちゃん、だってこの学園は私たちの学園じゃないですか。生徒会だけのものじゃないはずです。それに私には彼が何か新しい力をもたらしてくれる、そんな気がするんです。彼が新しい力を。ごめんね、私君をこんな戦いに巻き込みたくなかった。でもやっぱりイオリちゃんと同じ、どこかで期待してたのも否定できない。都合のいいことを言ってるのは分かってる。だけど私たちと一緒に生徒会と戦って。生徒会規定事項6条4項、学園の生徒は生徒会及び生徒会役員への反抗の意思を持つことを許されない。リョウカ？生徒会に通報があった。お前たちがここで生徒会への反逆を共謀しているとな。生徒会初期の大鳥リョウカ先輩、先ほどの話にも出た前の生徒会役員でただ一人現生徒会に残っている人よ。それから生徒会を支持するチームラプラスの盾のリーダーでもある。さっきのチンピラみたいな人たちもラプラスの盾だって言ってました。これは面倒なことになりましたね。誰がチンピラだこれ。うわ、出た。今度こそぶっ潰してやる。やっぱりチンピラそのものじゃないですか。2年のコウラと、お前は転入生か。悪いことは言わない。ユイに手を貸すのはやめておけ。嫌です。彼も私もユイ先輩と一緒に戦うと決めたんです。ヨリちゃん、仕方ない。それでは力でねじ伏せるしかないようだ。バトル行くぜ。オラ、先ほどバトルが終わったばかりなのにまさかの連戦。ここに再度レジスタンスチームとラプラスの盾の戦いの火蓋が切って落とされようとしています。ミカグラユイの前に立ちふさがるはかつての生徒会のメンバーでもあるラプラスの盾リーダー大鳥リョウコ。さあこの因縁のバトルの結末やいかに。それではガンプラバトルレディーゴー。私は私の誇りのために戦いたい。大鳥涼子、今戦いの火蓋が切られました。実況は私シャクのリンコで最後までお送りいたしますよ。よりのり緑だわ。おっしゃ、ここも武器してパーツ奪ってやんよ。さあ腕試しに行こうか。プレイヤー1撃破されました。あなたを撃破した機体覚えたわ。さあどうしてくれようかしら。
ま消えていきなさい。プレイヤー4撃破されました。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。やれるときやれることをするのが本音。いや、ガンプラビルダーというもの。面白い。ガチでやり合おうぜ。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。一歩前進だね。さあ次のクエストも近づけちゃおう。悪いが先に行かせてもらう。遅れた者は花火を眺めているといい。このクエストはチームブルーが持っていった。ベッドも負けていられません。ちょ、マジかよ。エリア、この程度で私が臆する。これじゃない。ダンシャさん、破壊したわ。プレイヤー5撃破されました。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。やってやろう。怯えなさい、つくみなさい。ガンプラの性能を生かせるまま消えていきなさい。やりましたね、チームブルー。これは大きなポイントです。やった、テストクリア。いい調子だね。おっしゃ、ボッコボコにしてまず奪ってやるよ。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。あ、テスト失敗。テストなんてちゃんと聞いてねえよ。討伐ターゲットが指定されました。さあどちらのチームが先に討伐することができるのか。クエストが始まった。踊りの地は制限時間がある。気を引き締めて。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。クエスト失敗か。次はクリアしてます。任せてくれ。オンパイ。やりましたね、チームブルー。これは大きなポイントです。ちょ、マジかよ。勝者、チームブルー。くそ、くそ。今回はな、急なバトルで準備できてなかったんだよ。次こそはぶっ潰す。格好悪いにも程がありますね。リョウコ、あなた今のバトル。負けは負けだ。今回はおとなしく引くとしよう。安心しろ、これは正式なバトルではない。あのバカも自分が負けたなどとわざわざ吹聴して歩くことはすまい。リョウコ。だがこれで終わりではない。お前たちが生徒会に反抗する意思を持つ限り、その目を潰そうと資格が現れることだろう。さてどこまで抗えるか楽しみにしているぞ、ユイ。それとお前もな。では失礼する。私たちは試されたのでしょうか。そうね、リョウコに一つ借りを作ってしまったみたい。何にしてもこれで私たちが生徒会と敵対するのは明確になってしまった。ひよりちゃん、大変なのはここからよ。はい、でもこの動きはなるべく他の人には知られない方がいいですよね。ええ、どこに生徒会の支持者がいるかわからないもの。わかりました。これは私たち3人だけの秘密ということで。うえ、くしゃっ、くしゃっ。あ、やば。誰？あ、誰っていうか、ここ私の部室で。
机の下でガンプラ作ってお昼寝してたんですけど、むしろあなたたち誰です？